皆様こんにちは。戦勝国が終わった日本人の記憶、国史を学ぶの時間です。この番組はハート出版が出された復刻版初等科国史を学んでいきます。解説してくださるのは小名木善光先生です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さてこの番組、一つの章で、第1回目から、やってきたんですけれども、今回で第15回目となりましたね。ですね。いよいよ最終章となりました。かなり飛ばしながらね、やってきちゃいました。本来であればもう全部これを朗読してもらいただいた方が、まあ、僕のつまんない解説が入るよりもよっぽど中身が濃くなるんじゃないかなと思うんですが、でもいよいよですね、今回最終章と、はい、いうことになりますね。はい、はい、第15章昭和の大御代です。はい、ここは、満州1満州事変、2大東亜戦争、3大御代のお栄えという、そういう3つの章によって成り立っているところであります。で、まあ、満州事変のところからですね、支那事変が始まり、そして、大東亜戦争に至るというふうな流れになっていくわけなんですけれども、その中で、ぜひです、まあ、この長い章の中でですね、ここだけは読んでいただこうというところが、ございますので、まず佐野美さんに読んでいただこうと思います。はい、はい、では第3節の大御代の御栄えというところから読んでいきます。はい、賢くも天皇陛下はこのめでたい年の紀元節に御事の利をお下しになって、国民すべてが神武天皇のご尊業をお忍び申し上げ、いかなる難局をも切り開くようにとお諭しになりました。ついで6月には神宮をはじめ、橿原神宮、伏見の桃の山の御捧ぎ、多摩領などにご参拝あらせられ、紀元2600年をお迎え遊ばされたことを親しくご報告になりました。同月、満州国皇帝は再びご来朝、天皇陛下に紀元2600年のお祝いを親しくお述べになり、皇太神宮、橿原神宮、伏見の桃山の御捧ぎなどにご参拝になりました。はい、ありがとうございます。後期2600年祭、のお祝いの模様ですね、大東亜戦争の前になります。はい、でこの2600年ということで0が2つ、2600で、まあ、0が2つつながるということを記念してできた飛行機がゼロ戦と、まあ、まあ有名な話なんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思いますね。でこの輝かしい紀元2600年祭を迎えたのが昭和15年の出来事になる。この昭和15年がどういう時代だったかというと、すでに第二次世界大戦始まってるんですね。昭和14年の9月の1日、ナチスドイツ軍がポーランドに侵攻する。これが要するに1年前にすでに起こってるわけです。で、そういう世界の中にあって、つまり第二次世界大戦にすでに突入している世界にあって、我が国では後期2600年祭を盛大に執り行い、そして、我が国は戦争には参加しないと。いう形でこの段階では一生懸命頑張ってたわけですね。でそういう中にあって、この、後期2600年祭で、昭和天皇を自らですね、橿原神宮、伏見桃山の御捧ぎ、等々に、ご参拝あらせられたと。でそこに満州国の皇帝もやってきた。満州国もですね、これ皇帝という名前をついてるわけですね。皇帝というのはエンペラーですね。はい、エンペラーっていうのは要するに王様よりも上ですね。キングよりも上位の存在だから、たくさんのキングがいて、キングよりも偉いキングっていうのがエンペラーという名前になります。エンペラーっていうのは政治権力者ですね。で政治権力者であるということは、よく満州国の皇帝溥儀はですね、日本の軍部による傀儡政権であって何の権限もなかったんだとか言いますけれども、これ国家最高権力者なんです。皇帝ですから、エンペラーですから。でもう少し申し上げますと、我が国の天皇のことを英語に翻訳するときにエンペラーって翻訳する方がおいでになるんですけれども、これ違います。エンペラーというのは政治権力者です。我が国の天皇は政治権力者ではなくて国家最高権威であられるということは、そのエンペラーよりももう一つ上になるんですね。でヨーロッパではそのもう一つ上の存在なんていうかというとこれパパっていうんですね。パパって神様のことです。ゴッドですね。そのゴッドの代理人がパパになるわけでして、
まあ、むしろそのパパに近いというそういう存在であるということですね。でこの紀元節のお祝いのことが、まあ、この今読んでいただいたところなんですけれども、この時に、御事の祈りをお下しになられて国民すべてが神武天皇のご創業をお忍び申し上げた。公元2600年祭というのは紀元前660年、この時に神武天皇が我が国の建国宣言を行ったというその年であるわけですね。これ今でも紀元節という紀元節、まあ、名前が変わって今建国記念日ということになっておりますけれども、毎年2月の11日、はい、これ、この日にお祝いがなされ、そしてこの日が、まあ、今でも国民の祝日というふうに決められているということであります。このそしてその建国の記念日というのが国家の原点になるわけですね。で ここで神武天皇が建国の御事の祈りを馳せられています。つまり諸外国で言うならばこれ建国宣言なんですね。でこの建国宣言とともに我が国の建国というものがどういうことによって国が出来上がったのかということもその建国宣言の中に明確に述べられています。で世界中さまざまな国がありますけれども、そのさまざまな国の中で、自分の国の建国宣言そして建国の日、これ教えない国ってないでしょ。ないです。にもかかわらず日本は世界最古の国家でありながら建国の御事の祈もあるいは建国の日、建国で一体何があったのかということも全く学校で教えられない。これ異常な出来事だと思いますね。はい。でじゃあ建国の御事の祈に何が書いてあるのかというと、そこに書いてあるのは一言で言うならばクラウドファンディングなんですね。クラウドファンディングどういうことでしょうか。クラウドって民衆でしょ、はい、ファンディングって資金調達ですよね。でお金っていうのは 今は貨幣になってますけども、古代においてはお米だったわけです。日本ではね、つまり民衆のお米を持ち寄ってで、普段から備蓄しておいて、で天然の災害なんかで危機に陥って困ってる人たちがいたらそこにお米を回してあげよう。あ、じゃあ自分が作った米は自分が食べるんだじゃなく、はい、作った人がこうみんなでその時お米を出し合って基金などでできなかった人に分け与えましょうと、それを全員でやりましょうっていうことなんですね。そう、冷蔵庫がなかった時代に長期の保存ができる食料ってお米しかないんですよ。お米玄米の状態だと20年ぐらい経っても食べれるんですよね。まあ種もみの状態だと結構傷みやすいらしいんですけど、玄米までしてしまえば非常にこう長持ちする。で基本的に2年分のお米は備蓄しておくということをやっていこうということで、そもそもその柏原神宮っていうのは柏原の宮、都、最初の都が作られたところなんですが、都っていうのは宮って大切なところのことを言います。お宮ですね。お宮って大切なところ、子っていうのは米蔵のことを言いまして、都というのは要するに大切な米蔵という意味になります。その、はい、その大切な米蔵に全国でみんなでちょっとずつお米を出し合って、でお米を備蓄しておいて、で困ったところがあったらそこにお米を回してあげましょう。それならこう何でしょう、今年は飢饉になるんじゃないかとか常に不安に思うわけではなくて、はい、何かあっても誰かが助けてくれるっていう、そう安心感を持てますね、はい、安心してみんなが生きていくことができる、うん、もうだから現代用語でならばまさにこれクラウドファンディングそのものですよね、ま、そうですね、はい、で それが要するに我が国の建国宣言の中に入っている、また建国の精神であった。つまり世界では国家が出来上がるときにことごとくその征服と制圧によって国が出来上がってきますけれども、日本はそうではなくて助け合いということを前提として国家が出来上がっていった。でその助け合いを前提として国家が出来上がったということを紀元2600年祭、つまり昭和15年、すでに世界が第二次世界大戦に突入しているその時点において、我が国は改めてそのことの確認をしていったということなんですね。で、まあ、この時代になりますともうそろそろ冷蔵庫が出来上がっている時代でして、満州国の場合は日本もともと満州国の王様ってのは秦国の王様なわけですよ。皇帝ですね。で秦国の皇帝だったんだけども、結局その中国の中原と言われるところを追い出されて、で満州の地に移って、そこでまあその皇帝を続けているという状況であったんですけども、日本と同じように食べ物というものを常に備蓄しておこうじゃないか。で何やったかといったら満州は大豆だったんですね。
まあ、あの大豆、大豆の生産量が世界一だったんですよ。世界一になっちゃうんですよ。はい、でその大豆をあの常に持っていることによって国民の誰もが飢えることがない、そういう国にしていこう。でそしたらもうあの周りからモンゴル人は来る、中国人はやってくる、朝鮮人はやってくるということで人がどん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 入ってくる。で人口もどんどん増えていくと。で人口がど、人口がどんなに増えても備蓄食料がしっかりあって絶対に危機になることがない。あの満州って日本よりも寒いところでしょ、土地が痩せてるところでしょ、はい、でそういうところにいながら誰も飢える人がいないという、そういう国柄を築いていこうというふうにいうことが満州国の立国の精神になっていったわけですね。でそのだからこそその紀元2600年祭の時に満州国の皇帝がわざわざ日本までやってくる、はい、満州国の皇帝がやってきたっていうことはもう少し分かりやすく言うと秦国の皇帝が日本にやってきたっていうのと同じことなんです。これものすごい出来事なんですよね、はい、そういうこともこの時にあったということであります。でですね、もうこの教科書もう一番、まあ、今回大団円を迎えるわけなんですけども、この大団円の一番最後の文章、ここにですね天皇陛下の御旅にということでこの挿絵があって、ここにこう大切な文章が書いてあるので、はい、そこをちょっと読んでください。わかりました。はいはい、昭和14年5月22日、賢くも天皇陛下は全国青少年学徒の代表を、球場前でご親謁になり、特に勅語を賜って日本の将来を担う立派な人物になるようにとお諭しになりました。続いて昭和16年には御国のお役に立つ立派な国民を育てるために小学校は国民学校に改まりました。私たちは現にこの国民学校で楽しく勉強しているのであります。私たちは楠木正成が桜井の里で正面を諭した言葉をよく覚えています。獅子は子を産み三日にして数千畳の谷に通ず、その子誠に獅子の気性あれば跳ね返りて死せずと言えり、何時すでに10歳に余りぬ、一言耳にとどまらば我が教えにたがうことなかれ、今度の合戦天下の安否と思えば今生にて何時が顔を見んことこれを限りと思うなり、敵寄せきたらば命にかけてまめなる心を全うすべし、これぞ何時が第一の高校なる。私たちは一生懸命に勉強して楠木正面のような立派な臣民となり、天皇陛下の御ためにお尽くし申し上げなければなりませんと結ばれています。はい、ありがとうございます。まあ本当にだからこの教科書を通じての精神というのは、天皇陛下の御ためにお尽くし申し上げなければならないと、そういう精神というものを、育成していこうという一つの大きな目的がこの教科書の中にあるということですね。その天皇陛下の御為というのは何を意味しているかというと、あの偉い人に尽くしなさいということではないんですよね。そうではなくて我が国の国柄そのものを守っていこう。そしてその国柄というのは、これはもう本当に人々がみんなが安心して豊かに安心して安全に食べていくことができる、安全に暮らしていくことができる、そういう国柄というものを守っていこう。でそのことが、あの、昭和14年、つまり、第二次世界大戦が始まる前の年、そして昭和16年というのは大東亜戦争が始まった年ですね。この年の12月には真珠湾攻撃が行われるわけです。はい、その同じ年に、昭和天皇が御国のお役に立つ立派な国民を育てるために、小学校を国民学校というふうに名前を変えているということなんです。で、この教科書は国民学校の諸島が国士になっているという、そういうふうなつながりになってくるんですね。まあ、この前のところにあるんですけども、まずポルトガル、スペインが、次いでオランダ、イギリス、ロシアが、最後にアメリカ合衆国が盛んに東亜を蝕んできた。で、我が国はいち早くその野心を見抜いて、国の守りを固くし、東亜の国々を励まして、欧米勢力の駆逐に努めてきました。この言葉、これ戦時中に、戦時中というのも、この戦争が始まる前に書かれた教科書です。
で第二次世界大戦が終わった後、世界がどうなったか、東亜がどうなったかというと、東亜諸国がみんな独立国になってるじゃないですか。ポルトガル、スペインの影響はもうないですよね。オランダ、イギリス、ロシア、影響はあまりないですよね。アメリカ合衆国の影響は、まあ、先進国として多少残ってますけども、それでも東亜諸国はみんな独立国となってるじゃないですか。はい、そういうことが戦争が終わってからの言い訳ではなくて、戦争が始まる前のところでそのことがしっかりとこの教科書の中に書かれている。そしてそれはなぜそういうことが実現できたのかといえば、楠木正成のその精神だと。敵寄せきたらば、今読んでいただいたところでね、命にかけて忠義の忠と書いて、命かけて忠を全うすべし、まあ普通にお読みしたらそうなります。そこを今あえてですね、命にかけて豆なる心を全うすべしというふうに読んでいただきました。忠義の忠と書いて、これを豆なる心と読むというのは、これ日本書紀に書かれた読み方になります。忠義の忠というのは、その偉い人 のためにね、命をこう捨てるとかそういうことではなくて、豆に尽くす。よくあの恋人のためにね、豆に尽くすとか、妻が夫 に豆々しく尽くす、あるいは夫が妻のために豆々しくこうね尽くす、あるいは恋人のために豆に尽くすとかよく言うじゃないですか。言いますね。はい、その豆に尽くすって何を意味しているかというと、要するに自分の持っている全知 全霊を込めて相手のために尽くしていくことを 豆に尽くすという言い方をするわけですね。自分にできることを全部やる、もうあの大きいことだけじゃなくて小さなことまで全部やっていくというのが豆に尽くすということなんですが、敵寄せきたらば命にかけて豆なる心を全うすべし、自分の持っている全部で全うしていこうじゃないかということなんです。私、はい、最後に天皇陛下の御ためにお尽くし申し上げなければなりませんという言葉を、はい、こう先生が先ほどもおっしゃったように、尽くすっていうのは あくまでも人間がこう尽くす人と尽くされる人に分かれるのではなく、はい、この一冊を通して読んだことは、私たち国民は本当にこの天皇陛下というご存在に守られ祈られてきた、そして国民はそれに対して心をお返しする、そういう、 こう親子のような関係性があるっていうことを、私はこの一冊を通して、そして最後の一文で感じたんです。いやー、もうそこ分かっていただければ、もうこの教科書も立派に卒業です。あ、そうなんですか。卒業、もう言ってみればそのためだけに書かれてる。はい、忠義の精神っていうものがありますけれども、これはいわゆる儒教的な概念における忠という概念と、我が国における忠という概念、実は全然違うんですね。儒教的な概念では忠義っていうのは、とにかく自分の目上の人に尽くす。で、そのために目上の人が間違ったことをやっていたならば、その間違っていることをあえて隠す。お前の上司はこういう悪いことやってるんじゃないかと言って問い詰められたら、その自分の上司のために嘘をついて上司を守る、かばうというのが部下の役割なんだというのが、これ中国的な儒教の、これ木の概念というんですけども、儒教の精神になります。日本はそうじゃないんです。そうではなくて、どこまでも天皇の大御宝のために尽くしていく。だから日本がよその国から攻められるとか、あるいは東南アジア諸国に困っている人たちがいるということであれば、その人たちを助けるために本当に豆なる心を尽くしていく。それは結局現地の人、最前線にある現地の人に尽くすことが、回り回ってその天皇のために尽くすということにもなるわけだし、天皇のために尽くすということはイコール一番末端の最前線にいる人たちのために努力をするということを言う、その意味になってくる。天皇と民衆というのは対立的な概念として捉えるから、みんなおかしくなる。そうではなくて、あくまでも全てが一体のものであると。その一体のものの中で我々がどう生きていくのかっていうことが、この本の精神になってるということなんですよね。そうですよね。私は今仕事で戦後問題をいろいろ研究していて、はい、その中で現代のこう
子どもたちが例えば両親から虐待をされて帰る行き場がなくなってしまったりだとか、まあ、そういった子どもたちのことをいろいろ調べてるんですね、はい、でそうするとその子どもたちがよくこう取材に答えている記事などを読むと自分は誰からも愛されたことがないだから社会に居場所がないっていうことをよくそういう、まあ、子どもだとか若い女性たちがこう言ってるのを聞くんですけれども、はい、でそういう人たちが例えば誰かに愛されたいとして一生懸命愛されよう愛されようと求めてしまう虐待された子どもがそのようなことを求めてしまうっていう記事をいろいろ読んだんですけどでもそういう人たちに必要なのはあなたはずっと愛されてきたんだっていうまさにこうした日本の歴史を教えることがまた何か大事なことなんじゃないかなっていうふうに思ったんですそうですね分断統治とか言いますけども対立と闘争を煽るそして一人一人を孤立させていく孤立していくということは対立の核を作っていくということになるわけで親と子の縁を切っていくあるいは友人関係を切っていく恋人の関係を切っていく夫婦の関係を切っていくそうやって人々をできるだけ孤独な状態に追い込んでいくというのは実はこれ共産主義の、世界征服のための手段なんですねでまあ、そうすることによって国の内外にあるいは一つ一つの間に対立を生みその対立の火に油を注ぐことによってで、国の中をもうバラバラにしていって国家を崩壊させる崩壊させたところに共産主義がどんどん乗っかって、まあ、最終的に共産主義を標榜しているところのトップにいる人が世界皇帝となっていこうというのがまあ彼らにとっての野心なわけですよね日本の精神というのは全く逆でとにかく慈しみの心を持っていくお互いにお互いの存在をしっかりと認め合っていくで対立という概念をそもそも持っていない大体対立ってこうね対という字に立つというふうに書きますけれどもこの対立って書いて今現代用語としては対立って言ったらこう二極相反するものなんですがもともとこれ並び立つっていうのが訓読みなんですね対立という概念を持ってないんですよ両有対立じゃないんです両有並び立つなんですだからお互いにこう切磋琢磨してより成長していこうというそういうことなんですよね喧嘩って意味じゃないんですね対立っていう言葉じゃないんですそうそうそういう言葉はなかった、はい、戦とかねあるいは喧嘩という言葉はありますけれども対立という言葉もなければ言葉がないということは概念そのものが存在してないんですよねでその全てお互いに愛し愛され、その愛っていうのがねまだ音読みなんですけどもこれは愛という漢字を訓読みするとね愛しいっていうふうに言うじゃないですかそれからめでるとも言いますよねでさらに日本書紀なんか見ると思うっていうふうに読むんですねだから愛しくめでるような気持ちで相手のことを思う国のことを思う親のことを思う兄弟のことを思うあるいは恋人のことを思う親が子を思う子が親を思う友達のことを思うそのお互いに思う心が国を一つの中体として結んでいくでまたその中心核においでになるのが天皇というご存在であるとでまた天皇は常に一人一人の民衆に対して愛を注いでくださってる祈りを注いでくださってるそうであるならばやっぱり我々もそれにしっかりと応えていこうじゃないかなるほど私先生が今愛と書いて思うとおっしゃってましたけど、はい、この教科書の中には本当に天皇陛下が国民を思う国民は思われたそういう思う思われる思う思われるっていう言葉が言外にたくさん含まれているっていうふうに思ったんですね、はい、でもこの教科書は戦後墨で塗りつぶされましたよね、はい、ですのでこの冒頭に先生がこの番組の冒頭に戦勝国が奪った日本の歴史っていうふうにおっしゃってますけどまさにこの教科書で奪われたのはその思うっていう言葉なんじゃないかなって私、ね、今聞いてて思ってしまいました、はい、読んでて温かいですよねそうですね今の歴史の教科書と比べてもはるかに温かい、単に年号がねあんまりないということだけではなくて本当にこう記述そのものが温かい
こう精神が現れるようなところもあるし、頑張らなくちゃなっていうふうにね思わされるところもあるし。そうですよね、はい、本当にぜひ本当に皆様にはこの初等科国史ぜひお手に取られて読んでいただきたいなと思いますし、あと、はい、三浦小太郎先生の解説も本当に素晴らしいので、ね、はい、合わせて読んでいただきたいなっていうふうに思います。先生本当に15回にわたりましてこの初等科国史の解説いただきまして、はい、私もこの難しい歴史の部分とか分からないこととかもすごく多かったんですけれども、はい、先生の解説を聞いてとても分かりました。いやいやいや、本当に先生には15回にわたりまして、はい、解説いただきましてありがとうございました。いや、ご紹介ありがとうございました。またこの復刻版シリーズこれからもお届けしていきたいと思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。日本を取り戻す。